外国人とかの金持ちが東京のマンションを買いあさりまくってて、中古でももう都内マンション買えないんですよ。昼飯も食えないし、家賃も払えないじゃないですか。そういう国って、あの、同じような呪いがかかるんですよ。今その、東京のもともと中心地に住む的な金持ちの人が、その、埼玉だったり神奈川に住んでいて、 っていう話をしてて、じゃあ東京のマンションっていうのは誰が買ってるんですかっていうと、まあ外国人なんですよ。あの、はるフラッグがちょっと話題になったと思うんですけど、あの、東京オリンピックの時の選手村だったところが、あの、はるにあるところが、あの、地下よりもちょっと安く売られたんですよ。東京都としては売れ残りになるとめんどくさいから、ちょっと安めに売ったんですよ。で、安めに売りますっていうのをやったので、応募者めっちゃ来ちゃったんですよ。で、全部完売したんですけど、で、完売した結果、 そのハルミフラッグをローンで買った人が確かね2割とかしかいないんですよ。要するにあの普通の労働者って確かハルミフラッグ一番安いのでも5000万とか6000万とかするんですけど、まあ、5000万とか6000万とか普通の労働者が現金で持ってるはずなくて、まあ、基本的にはそのローンを組んでちょっとずつ返すんですよ。でもハルミフラッグでそのローンで買った人は2割とか3割となると7割以上の人は 現金でそれを持ってる人で、金持ちと外国人と投資をしてる法人なんですよ。で、本来それって、労働者が買うべきだよね。まあ、その、東京の中心で働くんだから、東京の中心の家を買って、で、そこでこう、給料でこう、返し続けて、なんとか家をする、作るっていうのが、サザエさんの時代に起きてたんですよ。 サザエさんって世田谷区に住んでて、で、あの、平さんが働いてて、マスオさんが働いててっていうので、あの、こう、二馬力で、あの、そのサザエさん一家というのを育てたんですけど、で、サザエさん一家の間取りで行くと、世田谷で価格的には今多分ね、3億とかになるって言われてるんですよね。要するにあの、世田谷で一軒家を建てる。で、あの、その、それなりの間取りであると、もう3億だから、普通の労働者だと不可能なんですよ。 でも、あの時代、その、サダイさんが書かれた時代っていうのは、普通の労働者が世田谷に住むことが可能だったんですよ。で、その後の時代に、あの、高円寺とか、阿佐ヶ谷とか、吉祥寺とか、あの、中央線沿いに一般の労働者が一軒家を持って住み始める時代っていうのができたんですよ。で、そこも今もう中央線沿線で一軒家で住むなんて相当な金額なんで、もう労働者じゃ買えないんですよ。 っていうので、その、じゃあ、あの、一軒家は無理だけど、マンションだったらなんとかなるよねっていうので、割とその都内で、ちょこちょこタワーマン的なものとかが立ち始めたんですけど、で、そのタワーマン的なことが立,立ち始めて、でもハルミラックもできて、で、そこがじゃあ労働者が買うのかって言ったら、もう労働者を買えなくて、<laughs> まあ金持ちとか外国人が買ってると。で、その、じゃあ労働者はどうしてるのかっていうと、その、世野とか大宮とか、その神奈川とかのタワーマンに住むようになりますと。っていう時代があったんですけど、 で、今度は、その、金持ちが、外国人とかの金持ちが東京のマンションを買い漁さりまくってて、なので、あの、東京の地価ってめちゃくちゃ上がってるんですよ。あの、中古マンションでも確か平均価格を1億超えたんじゃなかったっけ要するに、あの、新築で1億円とかだったら、ま、ああの、すらそうだろうなんですけど、中古で1億円平均超えるということは、もう、要はその、 あの、まあ、例えば築50年で、あの、価値が下がるよねって言ったら、マンションの中古ですら1億円ってことは、やっぱり1億円ぐらい持てない人は買えないから、一般の労働者は中古でももう都内マンション買えないんですよ。なので、そのじゃあ、資産が3億円ぐらいある小金持ちの人も、東京だとマンション買えないので、神奈川とか札幌の良さげなマンション買うようになっちゃったんですよ。そうすると、労働者が、 マンション買おうと思っても、良さげなところは、その、神奈川とか埼玉とかも売り切れてて、結果としてもっと遠くの方で、通勤時間が1時間半とかでもかもうか,かるよね、みたいなところしか買えないっていう。いうので、その、あの、普通に働く労働者が暮らせない国になってしまいつつあるんですよ、東京は。金融の呪いっていう、確か金融の呪いっていう言葉だったと思うんですけど、あの、金融市場、まあ、例えば香港ですとか、じゃあロンドンですとか、 まあ、ニューヨークですとかで、あの、金融でめちゃめちゃ儲け出す国ね、シンガポールとか。で、そういう国って、あの、同じような呪いがかかるんですよ。どういう呪いかっていうと、あの、めちゃくちゃ金持ちのやつが出続けるせいで、一般人の労働者というのが生活することが、あの、り、その、理論上無理じゃねっていう状態になっちゃうんですよ。要するにその、あの、食い物屋の値段がまずガンガン上がってきます。で、家賃もガンガン上がってきます。 で、金融系で儲かってる国っていうのは、その金融系の人を世界中からどんどん呼び寄せるので、の年収3000万とか、年収4000万とかの労働者が当たり前に金融の中にはいるんですよ。で、そういう人たちが飯食いに行くときに、昼飯で3000円でも別に何のこともないんですよ。年収3000万だから。<laughs> っていうので、要は飲食店の値段どんどん上がります。で、家賃もどんどん上がります。でもそこで、郵便局で働いてますとか、コンビニで働いてますっていう人が、 家賃20万円ですっていうで、昼飯で食いに行っても、あの安いとこでも1500万円ですって、あ、1 5円ですってなると、昼飯も食えないし、家賃も払えないじゃないですか。なので、もう中心じゃ住めないよねっていうので、その、金融系以外の仕事をしてる人というのが、街からどんどんいなくなっちゃうんですよ。で、結果として、その、じゃあ、コーヒー屋で働く人も、通勤に、そのなんか、あの、1時間半かけて通勤するみたいになっちゃって、で、コーヒーの値段はどんどん上がる。 でもそれ払えるからいいよねってなって、で、サンフランシスコとかで、あの、ワンルームでももう今30万円ぐらいしてて、で、あの、飲食店とかで働く人っていうのも、その全然人集まらないよね。要するにその飲食店で時給1500円で募集しても、誰も応募してくれなくなるんですよ。っていう金融の呪いっていうのがあるよねって話なんですけど、東京が実はそのバランスが取れない状態になってるんじゃないかなっていうふうに僕は今思ってるのですよ。 要は、普通の労働者が、あの、マンションを買えないんですよね。で、あの、家賃は払えば借りれるんですよ。要するに、あの、外国人が買ってるので、なので、あの、借り主、要は、あの、全然、その、外国人はそこに住むわけじゃないので、なんで、お金を払えば住めるんですよ。なので、ずっとそ、そ小作人として、東京で働いて、家賃を払い続けて、で、引退した時に、あの、家ないよね、っていう状態になるっていう、 で、その金持ちはずっとその小作人である東京の人が家賃をずっと払い続けて、で、不動産の値段があるから転売して大儲けっていう形で、だからそう、金持ちだけが大儲けをし続けて、その普通の労働者というのが、まあ割に合わないまま、ずっと暮らしていって資産が増えないっていう。ただこれが資本主義ってそういうものなんです。<laughs> はい。だからこれがね、そう、良くないよねっていうふうに、思うんですけど、あの、 止めるのが不可能なんですよ。要は、あの、資本主義正しいよねという価値観を、僕が知る限り先進国で変えられた国はないんですよね。あの、保守派という人も、あの、トリクルダウンというのがあるんだって言ってて、要はその、金持ちが増えたら、その金持ちがお金を落とすので、その地域はみんな金が回る。要するにじゃあ僕がそのお金持ちだとして、 じゃあ、そのなんか、ラーメン屋に行って10万円のラーメンを食って、キャバクラに行ってチップをこうなんか5万円払って、で、コンビニに行ってもチップを10万円払ってってやって、こう歩いていくたびにどんどんお金落ちていく。だから周りはみんな金持ちになるんだっていうトリクルダウンっていうのがあったんですけど、あの、金持ちは別にあの、キャバクラに行っても普通の人と同じ額しか払わないし、ラーメン屋に行っても同じラーメン代の1000円しか払わないし、コンビニに行っても別にチップなんか払わなくて、ポトチップ使ったら138円しか払わない。 いいうのでや、そりゃそうでしょって僕、昔から思ってたんですけど、でもトリクルダウンがあるんだっていうのを、そのアベノミクスというので、安倍政権がやっていて、で、そこのあの、トリクルダウンっていうのがあるんだって言ってた、イエール大学のあの、浜田先生っていう人が、あの、5年前ぐらいに、トリクルダウンありませんでした <laughs> って言って謝ってるんだけど、 <laughs> でもあの、その、あ、あ、安倍し、その安倍首相が好きだった人たちとか、その、あ、安倍のミックスはよ、正しかったんだって言ってる人は、まだにこうトリクルダウン失敗っていうのは認められなくて、あの、トリクルダウンっていうのがあると言ってるっていう。